の中でいつも、まあ、私の主人が百姓やってるので、うん、2人でいつも話し合ってるんですけど、やっぱりその地域として、うん、あの先ほど言った未来の青写真を描いていくっていうことをやっていかなきゃいけないっていうのは、やっぱりその地方って本当に今危機的状況にあるんだと思うんです。特に東北は、あの、まあ、もちろん千葉もそうです。で、農業者はこれからどうやって生きていくの、あ、どうしよう、台風が一つ来ただけでもう一瞬にして財産がなくなる、そういうところでこれからのビジョンをきちんと、あの、みんなで話し合っていく場を、そうですよね、あの、何と言われようと、タバコを投げつけられようと、まあ、この間スーパー公務員 の、 あの話をちょっと飛行機の中で見たんであれなんですけど地元の人に最初は何と言われようと、うん、少しずつでもそういうふうに、うん、あの、よ、寄り添っていくアクションを起こしたいなと私は思っていて、鴨川でね、そうで、プラスやっぱりこの土と平和の祭典では、まあ、東京の日比谷公園でやるということは、その消費者がいる土地ですね、お金で買わなければ生きていけない人たちがいっぱいいるわけで、その人たちと、まあ、生産者、そしてその間に入っている、まあ、大地を守る会とか、あの、まあ、流通の方々がこう一堂に会して、あの、きちんとその今の現実を見つめ直して、でじゃあどうしていくのかっていうところまで行きたいね、対話を したい一日にしたいんですよね、うん、今日本最後だよ、あ、最後、うん、最後だよ、時間がないんです、はい、時間がないよで今日本に農家さんがだいたい260万人ぐらい、3年ぐらい前の数字かな、だからもっと減ってるし、これから東北でこういうことがあっちゃったかもっと減るでしょ、うん、でもね、あの、この土と平和の祭典にも出演される金子さんっていう埼玉のね、まさに小川町の農家さんは50家の消費者から、しかもお金値段つけないでね、収入得てんですよ。でだとしたら、まあ、金子さんっていうのはもうすごい著名なスーパー農家さんなので、まあ優秀だからかもしれないですけど、まあ50軒の家をね、一つの農家さんが支えてることになるでしょ。で実は300万、まあ250万人の農家さんが、そうやって直接農家さんとつなが、消費者、都会の人たちとつながったら、実は1億2000万人ね、全然足りるんですよ、それ計算上だけども。逆説的に考えれば、私は今東京に住んでて、いずれ千葉に移住しようと思ってるけど、そういう直接農家さんとね、やっぱりやり取りしていけばね、どっかからスーパーとかいろんなところに搾取されないでね、農家さんにも収入多くなるし、私たちも安く安心で美味しいものを食べれる、しかも人手が足りない時には手伝いに行ったりして親戚関係できるでしょ。であっちも大事にしてくれますよ、直接買ってくれるんだから。だから例えば普通の農家さんでも、じゃあ来年は農薬減らそうかなとかね、それがね、放射能のことにもつながると思う。 もちろん、うん、それはきちんと計測して、これだけ入ってるけれども、うん、買ってごめんね、買ってくれって言われた時、うん、じゃあ買うよと、支えてほしいっていうことであればきちんと対話が生まれるはずなんです。 それで例えば小さい子がいたら、うん、ごめんね、小さい子の分だけは西の方から買わせてもらうけど、僕たちが食べるのは引き続き買わせてもらうよとかね、うん、そういうふうに会話していけるじゃない。そういうやっぱり直接的な関係性を作っていくことでしか、そうすれば今の農家さんを支えていけるし、俺たちも安心だし、私も 3.11 の時放射能が危ないと思って子供がいるから一瞬逃げたんです。その時助けてくれたのは農家さんなんですよ、うん、農家さんがで、農家さん行っても土地があるからどこでも勝手に使っていいよ、で飯食う時は畑が取ってきて大根でも人参でも取って勝手に食ってくれと。でまあね、そういうことなんですよ。そういうお互いがメリットある、そういう社会をね、作っていきたい。だから私は今東京の玉突きにいるけども、こうやってね、今日ここに来たら、あ、ここ素晴らしいとこだなと思ったら、ね、どんどん都会の人たちをこちらにこう振っていきますから、ぜひ地域の方々は、若い人たちが来た、ね、なんかよくわかんないやつが来たっていうんじゃなくてね、温かく 見守って入れていってほしいな。ここで玉突きナイトをやって、ここの農作物を玉突きで、やだ、新しい村祭りみたいなね、オーガニックバーでねやっていただいて、うん、まあだから、ね、いろんな農村が ねネットワークでつながってって、うん、まあ、食べ巻き大作戦というのが、まあ、それこそ、ね、皆さんが参加しやすい、ね、状況、イベントだったり、こういったお祭りもそうだし、あの、いろんなことをして、徐々に休日を使ってね、まずは皆さんと一緒にこういうイベントで顔を合わせて、
これから関係性を作っていければいいかなと思います。そうです ね、直接 ね皆さんあまり言い過ぎたけどね、働くことは別に悪いことではないですからね。サラリーをもらうことは別に悪いことではない。ただだからどういうふうに生きていくかっていうことは一つ一つ自分で考えて丁寧に生きていくっていうことが非常に大事ね。その食べ物が一番そのきっかけを作ってくれるということで、食べることは生きることですからね。そういうことですね、はい、今日はちょっと長くなりましたが、はい、失礼しました。歌手の八重と、そして、ダウンシフターズね、減速して生きるの、玉月の店長、はい、高坂勝さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、この後は、ちょっと伸びましたけども青空ダイアログということで、先にプレゼンがあるんですよね。皆さんお待ちです、ではもうそのまま引き続きやっていただきましょうかね。はい、このまま